久保さん、今回あの、サポートにしましょうか、サポート。昨日ですね、僕はあの、アイコスっていうタバコの、電子タバコのアイコスっていうあのサポートセンターに問い合わせたんですよ。で、チャットしたんですね、チャット。で、なんかその、なんか電話番号をね、あの変更できなくて、いろいろやってたんですよ。で、なんかその、 ウェブの会員登録のやつですね。で、あのー、まあ、お囃子した内容が、電話番号を変更しようと思って、携帯番号の入れたら、すでに登録済みになってると。で、これ、変更できないんです、みたいな。で、申し訳ありません、みたいな。チャットでこうやって。 で、お客様、その登録した時のその生年月日を教えてくれませんかつって、ね。で、生年月日入れたら、すみません、お客様、生年月日が違うので、あの、たぶこ,これは他人ですと。他人の携帯番号ですと。なんか言われて、いやいや、さすがにこの携帯番号俺しか持ってないよな、みたいな。いや、すみません、あの、携帯番号これ僕ので、 他の人が所有してるとは考えられないんですけど、みたいな。誠に申し訳ありませんと。あの、生年月日、登録してる生年月日が違うので、対応できませんと。いや、あの、吉谷拓郎で登録されてないですか、みたいな。いや、すみません。生年月日が違ったんで、あの対応できませんと、まあ。とりあえず、 多分ね、僕、おそらくね、あの、6年前ぐらいに、その、o s を初めて買ったときに、そのウェブ登録したんですけど、その時に多分ね、なんかね、タップミスしたんですよ、多分。で、多分、その生年月日がね、あの、なんか、なんかで、山って,て登録したんでしょうね。で、それ忘れちゃって、おそらくそれなんですよ。そう。で、 で、そこに一つのは、6年前ぐらいに登録したアカウントが1個あって、で、そのアカウントのけ、アカウントは携帯番号。で、こっちはもう、もうさ、こっちは最近、2年前ぐらいにずっと取ったやつか。なんでしょう。こっち使ってないですよね。だからもうなんか、ややこしい。まあ、まあいいやっつって、ね、まあ、とりあえず、あの、もうこれ、無理だろうなと。いくら言っても、とりあえず、その、 なんだろうな。あの生年月日がどんこの日は、もうずっとそのテンプレみたいに書いてくるんで、わかりました。つって。で、あ、あのー、なんだろうな、これ、まあこれ、企業さんのサポートってやっぱこうだよな、っていう。決まったことしかできないよな、みたいな。<laughs> まあしょうがないなと思いましたねうわ。臨機応変対応できねえよな、みたいな。うん、まあマニュアルでそうね。 てされてしてしてるんでしょうね。何がな何が何があってもとりあえずせあのなんだ登録のその生年月日が違ったらダメだってみたいな。いやマニュアル通りですね。行ってらっしゃい。